アバディーン製の試験県場、アバディーン製の試験県場、アバディーン製の試験県場、APG は、アメリカ合衆国メリーランド州、ハーフォード郡アバディーンの近くに位置するアメリカ陸軍の軍事施設である。アメリカ国勢調査局は、アバディーン製の試験県場を国勢調査指定地域に指定している。アバディーン製のオー県場 CDP は、九点四七三四五一。 マイナス76.140837に位置する。アメリカ合衆国国政調査局によると、アバディーン性能試験場 CDP の総面積は 31.0km12.0 ミである。そのうち 29.4km11.4 ミが陸地であり、5.36%の 1.6km0.6 ミは水域である。海抜1 3ル。 43フィート。2000年の国勢調査現在、アバディーン製の主権上には3116人、805世帯、763家族が暮らしている。人口密度は105.8人、キロメートル274.1人、身である。902個の住宅が平均密度30.6個、キロメートル79.3個、身で立っている。 人種構成は、白人50.48%、アフリカ系アメリカ人34.60%、ネイティブアメリカン0.64%、アジア系3.11%、太平洋諸島系1.25%、その他の人種5.68%、根結4.24%である。人口の11.20%は、ヒスパニックまたはラテン系でもある。 805世帯のうち78.0%が18歳未満の子供たちと同居しており、84.1%は同居夫婦である。8.0%は夫のいない女性が世帯主であり、5.2%は非家族である。すべての世帯の4.3%は単身世帯であるが、65歳以上の単身世帯はない。1世帯あたりの人数は3.52人。 1>, 1家族あたりの人数は3.63人である。CDP の年齢構成は18歳未満が40.1%、18歳から24歳が10.3%、25歳から44歳が44.9%、45歳から64歳が4.4%、65歳以上が0.2%である。平均年齢は25歳である。 女性100人当たり113.9人の男性がおり、18歳以上では女性100人当たり117.6人の男性がいる。CDP の1世帯当たりの平均所得は38,875ドルであり、1家族当たりの平均所得は4306ドルである。男性の平均所得は26,943ドルであり、 女性の平均所得は26,194ドルである。CDP に住む国民1人当たりの平均所得は12,808ドルである。およそ4.2%の家族と5.6%の住民は貧困線以下である。18歳未満の6.4%は貧困線以下の生活を送っているが、65歳以上では貧困線以下の生活を送っている者はいない。 アバディーン製の大試験場は、アメリカ陸軍で現在活動している、実験場の中で最も古く、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦して、6ヶ月後の1917年10月20日に、確立され、最初の大砲が1918年1月2日に、そこで発砲された。APG は、大型の武器を試験するにはあまりに手狭であった。 サンディフック性能試験場の代わるものとして作られ、武器弾薬の設計と試験を、当時の生産拠点と輸送センターの近くで実施することを可能にした。第二次世界大戦中のピーク時には、アバディーン性能試験場には2348人の、士官と24189人の菓子官兵を、寄宿させられるだけのスペースがあった。第二次世界大戦中から戦後にかけて、 アメリカ陸軍が弾道計算のために設計させた初期のコンピュータ、エニアックやその次のエドバック、オードバッツが設置されていたことでも知られる。アバディーン製の大試験場は、ハーフォード軍の 72,962AC、295.27km の領域を占める。その北端は、サスケ花川が、チェサピーク湾に流れ込む河口に近く、南端は、 ガンパウダーガーという化学兵器貯蔵庫がある。主要施設の敷地内にないアバディーン性能試験場の付属施設はハーフォード郡にあるチャーチビル試験区域とメリーランド州ボルチモア郡にあるキャロルアイラントグレースクォーターズである。チャーチビル試験区域は軍用車両の試験を実施するための試験用トラックである。APG はアメリカ陸軍武器科の本拠地であり、 武器課長とこれを補佐する武器課長官房局、アメリカ陸軍武器センター及び武器学校がある。武器課長が武器センター長と武器学校長を兼任している。さらに武器学校で訓練する隊員が所属する部隊として第61武器旅団が駐屯している。また APG にはアメリカ陸軍兵器博物館がある。博物館には主に地上兵器が展示されているが、 戦車が数多く展示されているため、アバディーン戦博物館と呼ばれることもある。アメリカ陸軍で用いられた兵器だけでなく、第二次世界大戦などでアメリカ軍に露飼、接収されたドイツ軍、日本軍などの戦車や、家宝も展示されている。チャーチビル試験区域は、アメリカ合衆国メリーランド州、ハーフォード軍ベルエアの北東に位置する。 アバディーン製の試験場の軍用車両試験施設である。チャーチビル試験区域は21、丘がちな場所に設置されたクロスカントリー路上試験トラックの一群である。試験区域は 250AC の敷地に設置された11、未の周回路とテストコース、および泥、ゴミ、砂利の路面や7%から29%の急勾配の斜面がある3未と4未の周回コースからなる。 これらのテストトラックは m 1イブラムス戦車、M2 ブラッドレー不評戦闘車及び HMMWV のような軍用車両のエンジン、動力伝達装置及び懸垂干渉装置に負荷を加えるためにこれらの車両に様々な条件の急斜面の途半や急激な旋回を課す。アメリカ陸軍はチャーチビル試験区域そばの 163.5AC の農地が 陸軍干渉地帯として指定されたことを祝う式典をハーフォード軍政府、ハーフォード土地新宅及び、そこで1955年から農作物を栽培、馬や牛を飼育していたホップキンス家と共に2007年3月21日に取り行った。この土地はアメリカ国防総省の環境保護イニシアティブに基づく、アメリカ陸軍の共同使用干渉地帯プログラムの一部として、 取得されたもので、陸軍基地の近隣に住宅が迫ってくることで軍の訓練が制限されるようになるのを防ぐことと住民の安全確保を目的として、現土地を所有している住民には、売却を求め、新たな住宅の建設を抑制するものであるが、農地を売却した後もそのまま農地として利用可能とするものである。なお、土地収容費は1400万ドルであった。 エッジウッド科学事業場 A エッジウッドケミカルアクティビティエッサはアメリカ合衆国メリーランド州にあるアメリカ陸軍の科学兵器保存施設である。1941年以降アメリカ陸軍は国内で生産した科学材のおよそ5%を1メートルトンの鋼鉄製の容器に入れてアバディーン製の欧主権上のエッジウッドエリアで保存していた。 2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以後、ここに保管されていた化学製品の廃棄予定が前倒しされ、アバディーン化学剤処理施設が2002年に完成している。薬品の廃棄活動は2003年4月から始まった。この施設は容器から抜き取ったマスタードガスの薬剤を処理するために生化学的な処置を用い無効化を行った。 合計1622メートルトン、1472トンの薬剤が処理され、それらの化学兵器の廃棄は2006年2月までにすべて完了した。2006年現在、アブクットフ要員は施設を無事に閉鎖するための活動を続けている。アバディーン製の大試験場において、1996年から行われていたとされる女性訓練生に対する強姦に関わったとして、 12名がアメリカ陸軍に告発される不祥事があった。軍事裁判所はこのうち連兵担当軍曹の二等軍曹1名に対し6名の女性訓練生への18回に及ぶ強姦の罪で有罪とする判決を下し同軍曹に対して被告の中で最も重い軍刑務所での服役25年の刑を言い渡した。判決の根拠は軍隊という組織における 構造上の力関係であった。当事者同士に上下関係がある状況においては、一見合意の上で及んだ行為に見えるものも、合勘と呼ぶことが可能であるというものであった。この不祥事で上記の二等軍曹を含めて二名が有罪となり、懲役刑二名が軍法会議を回避する代わりに不名誉除隊を受け入れた。他四名の可視官が陸軍における 大陪審に相当する左問委員会の聴取の後、軍法会議にかけられた。また、1997年5月27日の時点で、残り3名も起訴されており、最終的に11名が起訴された。12名のうち1名だけ訴追を免れたが、陸軍も本人も陸軍が国訴を取り下げた理由を明らかにしていない。この不祥事を受け、他に、 同様の事例がないか調べるために、アメリカ陸軍が1996年秋にホットラインを設けたところ、世界中の5000名を超える女性兵士から相談や告発があった。そのうち325件の不正行為について調査が実施され、アメリカ国内のみならず世界中に配備されているアメリカ陸軍部隊を巻き込む大問題に発展した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。